ますね、はい、これは京都の方は注意しなきゃいけないと思います。荻原弱くなる、チャンスだ、パスキッチ決めた、大宮同点です。いやー、パスキッチしっかり狙ってましたね、はい、ここ裏のスペースを使った、しっかりここで荻原の方は体入れてたんですけれどもね、少しここが短くなってそこを拾われたところをハスキッチ、松田です、松田栄太郎ですかね、はい、うん、しっかり狙ってましたね。まあ荻原の方はミスになった